こんばんは。東京倉庫のコメント返信のコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。パイショッピングから行きましょうか。はい、結構昔に気が感じてしまうけど、でも今日じゃないそうですね。はい、デラックスの穴からは干しぶどうが出そうですね。斉藤さん昔干しぶどうみたいって言ってた。言ったっけ？言った。何が干しぶどうなの？色なのか形なのか大きさなのか。なんでそんなこと聞くの？色と硬さ。色？山本くんは東京にかぶれずそのままでいてください、社長さんのようにはかぶれずかぶらずずるっと大きい男になってください。ありがとうございます、これは嬉しいね。嬉しいな。かぶれないところが、僕が方形であるということすらもうインプットした上でのコメントですから、これはそうですよね、愛を感じます。散々流されそうになっていた告白が今も流そうとしたのそんなに社長を包茎にしたいの？いやいや、そんなことは惨めな男にしたよ。惨めにしたくないから包茎つって受けもらってんのにただただ包茎の人にしたいの？いやいや、あんまり広すぎないかなって思うね。あ、そういうこと。でもちゃんと向けるからね。火星だから。すごいな、3週にわたってこの話が続く。覚醒が早い。ね、森谷哲郎さん。素晴らしかったですよね。なんか最初の喋れない感からってことですよね。あ、うん、あ、だからそういうことね。そうか、そうか。なるほどね。一番張ってたの、暴走塾でもできよるわ。かわいかった。かわいかった。暴走塾でもできよるわ。かわいかった。可愛かったね、本当に。可愛がられてるね。そう、4名の方以外の社員さん何やってるんですか。ああ、これね。皆さん。これなんか誤解されることも多いんですけど、社員はこの4人だけなんです。そうなんです。実を言いますと、ザキオカシは彼は彼でまた別の会社を自分でやってまして、で一応パートナークリエイターみたいな形でやってるんですね。あと井筒さんっていう東京倉庫物語を書いてくれてる人もそういう形、まああの人はフリーなんですけど、そういう形でやってるのが東京倉庫です。なのでクリエイターさん提携したいという方いらっしゃいましたら、ぜひこちらの方にご応募ください。よろしくお願いします。今やっぱモーショングラフィックスもそうですけど 3D できる人を結構探してて、もしご興味あられる方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。一応映像制作会社なので映像クオリティをどんどん上げていきたいので、ぜひお願いします。育乳ラップ、もう来てる。あ、来てる、いっぱい来てます、ね、あ、育乳ラップ。どんなことにでも果敢にチャレンジする涼子さんは素敵です。ありがとうございます。でも別にあれですよ、自主的にチャレンジしているわけではないです。こら一回ちょっと涼子に丸投げで何か一個やらせてみたいだよね。涼子のつむぐ、もう中身も全て涼子ワールド、それとああなんのかな。レッドブルマ、ね、あれでも可愛かったですけどね。熱湯が凍った。いや、ね、面白くなかった。まあ面白い、いや滑り芸として面白かった、あれ本気で。その後の俺らの顔をちょっと必死な顔で伺ってる涼子の顔が面白い。チャレンジしてますねの下に涼子さん痛いっすって。痛いの？もっとねクソダサい、そうそうそう、やりすぎてクソダサい感。そういう感じ。そういうのが、まあね、そうです。普通にかっこよかった。そう、普通にかっこよかった。元々そういう世界の人だから。そういう世界でした。この人。普通にちょっとかっこいいのよ。そう。こういうこの肩の動かし方。やだやだやだ、すごい恥ずかしい。肩とかこう手の。やめてー。そうやだー。いっちゃいやだ。DJ 山本のよくわかんないあれは良かったね。ああ、いや、でもあれでしょ、別にヒップホップ系のことやってたわけじゃないでしょ、はい、全然知識なかったんですけど、いきなりやってこれができるわけでしょ。すごいですよ、これはすごいよね。でも調子に乗るなよ。
センスを褒めて調子に乗るとはダメなやつだからな。はい、うん、努力が必要。はい、やだ。じゃ最後に、最後にちょっと僕が触れたいやつがあるんですけど、これあーこれウィル・ウィレム・ダ・フォーエ、ウィレム・ダ・フォー1980さん、釈迦の2番ができましたについたコメント、タキ君ベニチオ・デルトロになってきたな、これ調べちゃいましたよ。これ知らなかったですか？知らなかったです。似てるでしょ。めっちゃ似てる。大爆笑でした。似てるんですよ。大爆笑です。可愛我慢か、これが一番言われてですよ。皆さんも検索をしてみてください。昨日見たあのフューリー最高でした。皆さん見てください。見に行こう。男しか多分面白くない。結構そのドイツのこう戦車じゃないじゃない。ドイツのこんな話伸びますか？伸ばしていいですか？これ編集山本でしょ？はい。いいよいいよ話。おっと。ドイツのね。あのもう本当終あまりに面白かった、というわけで今週もコメントありがとうございました。以上です。おやすみなさい。